皆さんこんにちは。それではですね、入門コンプリート講座の著作権法の第2回目、今日で最後ですね、やっていきたいと思います。で、今日やったら何かというと、まず一つは著作者の権利ですね。著作物を生み出した者、著作者と言います。で、一応著作者になれる人は誰でしょうかというと、3社言いましたよね。通常は自然人、あるいは法人、そして法人格なき社団も、法人入るんだとなっておりますので、そういう団体も著作者になれるんだよね。で、問題、著作者としてある著作物を生み出しました。じゃあこの場合はどんな権利が発生するんですかというと、まず特許同様に財産権ですね。ただ財産権なんだけど、かなり権利が細かい。これを私分権と言います。私分権ね。まあ、通常特許だと、物の発明だとするならば、使用したりとか、譲渡したり、あるいは貸与したりという権利が全部くれるでしょ。で、それがバラバラになっているものを私分権というんですね。だからどんな種類について、著作物を作りましたかによって私分権の種類が違っていきます。まだどれを取るかによって独占開拓権って違ってくるんだぞって話があったかなと思うんですよ。ただ一応このね、著作財産権の中の私分権の財産権と言われてくるものは独占開拓権なんだけども、公示がないでしょ、ね、公式式取っておりませんから公示されないってことね。となるとその独占開拓権も相対的だったんだよね。相対的独占権、たまたまこの ものを見て真似てしまった人に対しては権利行使ができるんだ、しかしそうではありませんという人に対してはできないんだよね。この点が産業財産権、特実一緒なんかと全く違ってくるところなんだという話をしました。そしてと、これはね、産業財産権にはないんだけど人格権と言われてくるものがあるんだよね。で、一応産業財産権にも全くないわけでは実はありません。例えば私が発明をしました。じゃあね、特許公報に発明者として私の名前を掲載してくれませんか、求めることはできるわけですよ。これ人格権なんだけど、ただし産業財産権ってそこだけ人格権って強く特にないんですね。でも著作権の場合は自分が作ったんだぞっていうのはね、極めて強いんだよね。だから人格権極めて強いわけです。で、この人格権は59条に書いてある通り一身専属的だよね。で、財産権は財産権でありますんで使用、収益、処分可能であります。だから譲渡されちゃうってことも結構あるわけね。そうなると財産権と人格権が軍属をするんだってことがよくあるわけでしょ。特許もそうだよね。職集めって小だったでしょ。だけど特許の場合は人格権極めて弱いですから特段問題がないわけですよ。でも著作権はどうですかというと、これが極めて強いんだよね。人格権極めて強い。したがって分属した場合については調整規定があったんだぞって話だったよね。じゃあ人格権といった場合、まず一身専属的であって死んでしまった場合は終わってしまうんだとなるわけ。でもそうなってしまうと、これから見ていくような権利3つありますよね。で、これ害されてしまうとちょっと困るかなと、まあ、言ってみたら、著作物は一種の文化財ですよ。それを勝手に変えてしまったとか、変更してしまったとなると文化財の毀損になっちゃうわけで、これをやってはいけませんという規定が60条だよね。しかしそれに対して誰が請求できますかというと、著作者は死んでしまっているわけでしょ。で、それを担保するためにある規定が116条です。ただこれは相続を認めたわけではなかったよね。相続人とは書いてありませんでした。一定の遺族が請求できるんだという構成を取ってるからね、差し止めとか損害賠償等でありましたね。そしてじゃあこのいわゆる人格権ってどんな権利に分かれてくるんですかというと、まず一つ目、公表権。いついかなる時に公表するんですか。積極的ではないんだよね。いついかなる時まで待ってくれませんかという権利です。よく考えたね。だって積極的にいつ発表しましょうねというと財産的な活用でしょ。そうじゃんだよね、これってね。まあ、できればいつまでに私はちゃんとチェックをしたいんだ、待ってくれませんかという消極的な権利でしたというのが公表権だよね。あと氏名表示権。ある著作物を作りました、自分の実名で、示してもらいたいとか、ないしは、作品が駄作だった場合は出さないでもらいたいとかあってしかるべきでしょ。これが氏名表示権と言います。そして最もね、よく議論がされてくるのが同一性保持権。勝手に代号とか著作物を変えてはいけませんという権利だよね。まあ、これが3つ構成されていて、もしこれについて害してしまった場合はもちろん差し止め、あるいは損害賠償請求。ただそこで言う損害賠償と言っているものは、
人格権的侵害とに基づく損害でありまして、慰謝料って言われてくるものに相当するんだと言ったと思うんだけどね、ちょっと上の財産権の損害賠償と性質が違うんだとなっていました。でさらに法規範どうなりますかと、人格権は期間決まっておりません、下手すれば半永久権となるわけね。それ一方でじゃあ財産権はどうでしょうかというと、式まずこれは作った瞬間ここから発生するんだよね。じゃあ周期はどうですかというと、原則は著作者が死んでから50年と一応なってるわけでしょ。ただ例外があって、公表から50年とか、特に映画については公表から70年となっていたものもありました。でこれはやっぱ出てくるんで、しっかりとやりましょうってことだよね。そして著作権の方については、特許の69条これに近い規定が30条から50条までのところにあるんだね。何かというと、著作権と言われてくるものは独占排他権、極めて強いわけですよ。しかしこれある程度やっぱ制限できないと、結果的には文化の進展発展、文化の進展に貢献しないってことになるわけね。だから一応制限しましょうねという規定が30条から50条まであるんだよとなっておりました。でここの第3番目に書いた五感というところ、30条から50条までなんですけど、ここは1問試験にたくさん出てくるんで、しっかりと押さえておきましょうねというところでした。そして一番最後、隣接権というのを少しだけ触ったと思うんだね。隣接権、これ何かというと、著作者の権利ではないです。著作者が著作物を生み出した者ね。じゃあ隣接権は何かというと、その著作物を利用した者の一定の権利です。例えば実演家、この方がいないとやっぱしちゃんと歌って伝わらなくって、文化の進展に貢献しなかったはずなんだね。となると、実演家についても一定の権利を認めるべきだって話になりますよね。あるいは放送事業者、例えばレコード制作者、あるいは有線放送事業者も別に何かを作ったわけではない。しかし彼らがいなかったら文化の進展が図れなかったわけでしょ。そこで一定の権利を与えましょうねとなっているのが隣接権でした。でちなみに本年平成28年度はこれ1問も実は出ておりません。通常5問中1問出てくるんだね。で来年も多分出るかもしれません。でこれも含めてやっておかないと、まあ、いけないのかなっていうところですね。でそれを含めてしっかりと勉強していっていただきたいと思います。でまたね、これで動画終わりますけど、今までやったことをちゃんと復習しておいていただいて、そして単答50点狙ってしっかりとやっていきましょう。